皆さんこんにちは、こんばんは、おざます、直人です。今回は茨城の直人の荒くれた地図、まあ自分の地図なんですけど、こちらねやっていきたいと思います。でバギ地図になるんですけど、まあパーティー構成はドラゴン守り人2人の大神官ですね。まあレベリングパーティーですね。でドラゴンはまあ闇竜の牙でヒャダボーグで、守り人は、メタキンでレインボーグで、もう一人の守り人は、破壊の鉄器を初めて使ってみました。でバギーボーグですね。で大神官がカルベロ4凸のデインボーグですね。で心が、ムドウエルギオスマスタードローン覚醒の二次クジャク覚醒で守り人、破壊鉄球の守り人は、ゴールデンゴーレムゴールデンスライムゴールデンスライムサイクロプス、キャプテンクロースライムジェネラルで、もう一人守り人は、素早さ調整してるんで、ドルマゲスランプの魔人バランですね。でこちらも素早さ調整で遅くしてるんで、アックスドラゴンアームライオン覚醒ゴールデンゴーレム、まあ適当ですねここら辺は。なんで素早さ調整してる2人は心堂は装備させてません。で、守り人、こちらは右寄せにしてます。で、大神官、最後の大神官も右寄せにしてます。それでは茨城の直人の荒くれた地図周回していきます。で、まあ自分の地図なんですけど、まだシェアしてないですね、これクリアしてないんで。で、まあ一応バギー地図になるんですよね。で、まあモンスター4はサマヨロイとかヒクイドリで、ドロル、ドロルメイク、ビルドオーガで、ホラービーストツララスライムヒョウモンダーク、スライムブレス、キラークラブで、メタルエンゼルがメタル枠ですね。メタル枠はメタルエンゼルで、オークイーンですね。で、まあ基本あれですね、ツララスライムが若干多く出現しやすい感じで体感ですけど、であとはまあまあヒョウモンダークも出てくれるような感じですね。でまあ周回効率からしたらまあそんな悪くはないですね。でまあ今回破壊の鉄球を使ってるんですけど、まあ、ぶっちゃけカルベロビュート持ってる人だったらそれを2本使ってまあ2パンとかの方がいいかもしれないですね。デインもまあまあ取るんで、まあそうですね、まあ自分は一応まあレベリングパーティー、まあ破壊鉄球もレベリングパーティーで使ってるんで、まあそんなにね、火力を発揮は全然してないんですけど、まあそれでも2パンなんで、まあカルベロ、まあ一回カルベロ2本でやったんですけど、まあそれでも普通に2パンでいけるんで、まあ、ミスとかがめんどくさいなら、まあカルベロでやった方がいいですね。でまあこの地図はまあ自分の地図なんで、まあクリアしたらシェアはしようと思います。でまあバギ地図なんで開幕で円月輪の開封のボレロをやって、そこからまあ機械的っていうのもいいと思います。でまあ今回まあ自分の地図でやったっていうのは、まあまあメタル枠がエンゼルっていうのと、あとドロルとドロルメイジですね。こちら自分ドラクエ1のコラボの時にまあ持ってたんですが売ってしまったんですよね。まだ当時その真珠じゃない、心堂とか、そういう機能がなかったんで、そういう あんまり低コストの心とかそれの価値っていうのが、当時なかったんですよね。なんで、まあ、自分はそういうのでそういう
低コストの心集めっていうのをやっぱちょっとしてなかったので、まあスライムとかね基本なのは持ってたんですけど、やっぱり、当時からそういう低コストをしっかり S ランクを残してたっていうユーザーは多分少ないと思うんですよね、なんで自分もまあ結構売っちゃった方なんで、それ考えるとねやっぱこういう低コストの、心っていうの、まあクエストとかね手に入らないような心っていうのはこういう宝についてね、集めとくのもいいですね。まあ多分ドロールとかドロール名人に関しては違う地図でもっと頻繁に湧く地図はあると思うんですけど、ただまあせっかく自分の地図でこういうね地図できたんで、まあね、やってみようかなと思って今回はやりました。まあね破壊石級のやっぱミスが出ちゃうと3番目4番目のキャラまで攻撃が回ってきちゃいますね。特に3番目4番目のキャラはわざと素早さ調整と火力、火力はあれなんですけど素早さ調整で、まあ、わざとね遅くして心臓とかも装備させないんでさせてないんで、なんでやっぱ3番目4番目のキャラに攻撃が回ってきてしまうと、まあ倒すのは遅くなっちゃいますね。まあまずまずそれはないと思うんですけど、ただまあ必中じゃないんでねこれがね、そう破壊鉄球必中だったら超ぶっ壊れ、もうほんとぶっ壊れになっちゃうと思うんですけど、これが必中にしなかったっていうのはね、まあ運営さんの狙いなのか、まあそうですね必中にしちゃったらほんと強すぎちゃうんで、しかもまあモーションもね結構早いんで、必中にしてほしかったら自分は、2ターン3ターンぐらい、まあそしたらもう開幕からねもうワンパン周回できすぎですよね。そしたらバギとイオチズ、あとは無属性でやる感じでかなり周回効率が上がってしまって、まあ、逆にそうするとバギとかイオの武器っていうのを、やっぱ出せなくなっちゃうのかな、全体高火力のスキルっていうのは、まあやっぱ現状ねどうしてもデインでカルベロをギフミっていうのは、大体の定番になっちゃうんで、大体の人はそうしてると思うんで、まあ楽ですからねやっぱりカルベロで周回って一中で MP 回復する、で消滅、もう叶う、なかなか叶う武器っていうのはなかなか出せないですよね。もう本当同じ効果性能で違う属性っていうのを出せばまあねそれも流行るとは思うんですけど、さすがに難しいですよね。やっぱカルベロの使いやすさ、自宅でのレベリングっていうのをガンガンできるんで、使いやすいですよね。まあこれが守り人だから、火力はちょっとね微妙なんですけど、まあでもね乾燥したキャラを使うのはちょっと自分嫌なんで、強いことは強いんですよね。
でもまあカルベロで2パンの方がまあ楽かな。うん、まあ結構出ますね、スララスライン。まあでもまあスララスライムと縄文大地に関してはまあまあですよね、真珠ポイントは。うん、だけどやっぱギフミとか長野の信濃木とか、まあ、群馬の寮地それに比べちゃうと本当に真珠ポイントで考えると全然大きく変わってしまいますね。ワルゼブブで300なんでね、真珠ポイント、それに比べるとね、スララは100、縄文も100、忘れちゃったけど50ぐらいいいで、なんでまあ大きく変わっちゃうんで、まあ魚地図やるのは持ってない心とかね、そういうのを集めるのと、まあレベリングっていうのが重要ですね。でまあメタル枠がそれでメタルエンゼルとかだと、一番いいのかなって思います。まあメタル枠でね、メタルブラザーズとかメタルスライムを集めたい方もいると思うんで、まあ、それもね、いいとは思うんですけど、まあ一応メタルスライムとメタルエンゼルに関しては配合でもね作れるんで、まあそれもね一番手っ取り早い方法だと思うんですよね。そうすればメタルエンゼルとメタルスライムのなんていうの、出てくるのを S 作るのを待たずに作れるんで、まあ自分もね作ったんで、まあその作ったショート動画かな、そちらがあるんでそちらをご覧ください。ミス出ちゃうからね、破壊術って。出なきゃ文句ねえんだけど、まあミス出ないでどの職業にも装備できる武器に一応なってる、現状なってる感じなので、そうなっちゃうとまあ確かにね、ぶっ壊れだよね、その時点で。まあ、最適なのはやっぱり火力職、もちろんゴッドハンドとか魔剣士っていうのは一番いいとは思うんですけどね。まあドラゴンもかな。ただまあドラゴンに関してはまあ時期にブレス武器がまあ来ると思うんで、まあね、去年2月にセラフィーの2匹ロットが来たんですけど、まあその頃の時代に、時期にね、また強い武器が来るかもしれない。ブレス武器とか。で、メタルエンゼル出ましたね。で、メタルエンゼルは、破壊鉄器だったら、まあワンパンなんで。で、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。